ペール・ギュント作品23は、エドバルド・グリーグの代表作の一つで、ヘンリック・インプセンの儀曲、ペール・ギュントのために作曲した、劇不随音楽。還元楽のための組曲が二つ編まれており、それらが有名である。また他にも、グリーグ自身の編曲で何曲かが、ピアノ独奏曲やピアノ伴奏の歌曲に、編曲されている。巧妙な劇不随音楽の中では珍しく、 劇そのものの初演のための作曲である。イップセンからグリーグへの手紙。ペール・ギュンとはイップセンが1867年に書いた作品である。元は上演を目的としないレーゼドラマとして書かれたが、その後イップセンはこれを舞台で上演することになった。本来は舞台向きでない。この作品の上演にあたって、イップセンは音楽によって弱点を補うことを考えた。そこで1874年に、 当時作曲家として名を挙げつつあった同国人のグリーグに劇音楽の作曲を依頼した。グリーグは自分の作風が商品向きであり劇的でスケールの大きな舞台作品には向かないと考えていて一旦は依頼を断ろうともしたが報酬と民族的な題材への作曲に興味を惹かれたこともあり作曲を引き受けた。作曲は同年に開始したが難航し 翌1875年に完成したペール・ギュントの舞台上演は1876年2月24日、クリスチャニアの王立劇場で初演が行われた。音楽の指揮はヨハン・ヘン・ヌムによる。上演はイプセンの狙い通りに音楽のおかげもあって成功を収めたが、一方で近代性を備えた風刺的なイプセンの儀曲に対して、 グリーグの音楽がロマンティックに過ぎることへの批判もあった。グリーグはその後再演の度に改訂を行っており、1885年、1887年から1888年、1890年から1891年、1901年から1902年に改訂されている。1876年にパートフのみ出版された後、1908年に ドイツのペータース社から出版されたが、完全な形で、全曲版がペータース社から出版されたのは1987年で、ある、ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン4、トランペットに、トロンボーン3、チューバ、ティンパに、大太鼓、小太鼓、シンバル、タムタム、トライアングル、タンブリン、シロフォン、カネ、ハープ、オルガン、ピアノ、 ハリングフェーレ、言語部、読書、合唱組曲版でもおおよそ同じ編成であるが、声楽やオルガン、ピアノなどは省かれている。グリーグが作曲した音楽は、全27曲である。演奏時間では、第1幕約8分、第2幕約22分、第3幕約7分、第4幕約28分、第5幕約20分で、計約85分となる。他に、 ヨハン・ハルボルセンが、クリーグのピアノ曲を編曲した、追加曲もある。第1幕、第2幕、第3幕、第4幕、第5幕1891年に編曲された。原曲の第13、12、16、8曲の4曲を選び、声楽のパートやセリフを省き、楽曲の一部を削除している。1892年に編曲、翌1893年に改訂された。 原曲の第4、ソルビーグの歌では歌唱のパートを器楽に置き換えている。なお、当初はアラビアの踊りの代わりに山の魔王の娘の踊りが入っていたが、改訂時に原稿の形に改められた。ありがとうございます。